その2、でもほぼ同じような時期に草書と隷書というのができたと思うんですけど、まあ隷書は何でできたかというと、この戸籍みたいなも日本でいう戸籍みたいなものを作らなければいけないという時に、あんまり画数の多い篆書を書くのが大変だから少し簡略化させて簡単にして、で篆書を作ったっていう説もあるし、篆書じゃない隷書ね、はい、逆に篆書からいきなり草書を作ったっていう説があるんだけど、草書っていうのはすごく字が崩れてる、はいはい、もうパッと見人が字に見えないようなものとかもあるんだけど、篆書は一番崩れてない、崩れてないかっていうと崩れてはない、でもあの、ね、日本人のハンコの文字だと思ったらいいよ、ハンコ実印とかね、あそのなんかすごい硬いやつ、おなんか、四角いやつ、そうそうそう、グニグニ入ってるやつあるでしょそうそうそう、あれ篆書だと思ったらいいよ、うん、あれ正確に小篆っていうのになると思うんだけど、小篆っていうのはあの今から1000年ぐらい前に秦の始皇帝が漢字の統一をした時に、作られたのが小篆、そうそうそう、で逆にそれよりもっと昔の甲骨文字からずっと、2500年ぐらい使われてきた文字はまとめて大篆、大きな篆書大篆って言うんですけど、大まかに2つに分けられるんだけど、で今度は、隷書、草書、草書は読みにくい、隷書はやっぱり画数が多い、書くのが大変、それでもうちょっと簡単にしようって言ってできたのが行書なんです、はい、行書だと誰でもまあ大体読める、草書は読めないものもいっぱいあるんだけど、まあ行書だと大体読めるかなと、ただまだなんていうのかな、全ての国民に習わせるにはちょっとやっぱりマニアックすぎたというところがあって、もうちょっと分かりやすく誰が教える方も教わる方も、これなら分かりやすいだろうというふうにできたのが楷書で、一応書体の中では一番最後にできたのが、はい、新しいのが楷書というふうに言われています。あのだいたいお習字やってる人でもよく間違うのが、楷書が一番初めにあって、ちょっと崩した行書、さらに崩した草書っていうのがだんだんできていったと思う人が意外と多いんですけど、そうやな、普通それは逆なんです、全く。でもそう思っちゃうやんな、だってそれはそうでしょ、筆記体が、英語で言うと筆記体があってブロック体ができたって発想しないでしょ、そう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 、ブロック体があって筆記体になったと思うんだ、そう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 、日本あのがあって筆記体になってまたブロック体に戻ったと思ったらいいよ、もう一回戻ったの、続けすぎて読みにくいってなって、日本人遠回り好きやなそうそう、あれでもやったの中国人だからあれはそうあの中国というとおかしいかな、エリアにあった、人がやったことだからね、そう、まあ楷書ができた過程というのはこんな感じですね、そんな感じね、で隷書と楷書こう横で並んでみると、楷書の方がなんかかその画数が少ない、ちょっと少ないですね、なんかちょっと簡単になってるはずなのよ、簡単にしようと思って作ってるから、隷書はちょっと難しい感じ、って感じ、難しくはないな、難しい、隷書と楷書はね結構似てる、ほぼ一緒だと思ってもいい、でもデザインが違うんだよね、デザインが、そうそうそう、まあ篆書はとにかく画数が多いのが大変なところなんで、そう我々なんかでもちょっと変に書いちゃうと間違う1個足んなかったりとかね、そういうこともあるぐらい、めんどくさいっちゃめんどくさいですよね、そうなんや、なんか質問来てます、質問では質問というか、財布から取れお札1枚取り出せば、篆書と隷書と篆書両方日本がある、確かにそうだな、あそういう説明もありますね、日本銀行とかって書いてある、そうそう、あれは隷書が書いてある、ね、その両方が載ってるわけ、そうそう、2つのなぜか古い2つが載ってる、楷書使ってないですよね、楷書、あいや昔の500円札とか1000円、あ今1000円札とかって500円札あったん、あった昔、あった大昔、大昔というか俺は若い時ね、あじゃあ大昔やね、まあ大昔やね
あれどうなんだろう、あれ1000円って数字 か1000円は解消だったよね。1000円っていうのは解消、ね、解消でしたよ ね、うん、確かそうですね、はい、でハンコが押してあるんだけど、それがやっぱ商店で、うん、店主で押してある。あの今スタッフの方がなんか用意してくれました。なんで1万円出さないんですか、取られると思ったこれこれ、あ、違うわ、1000円解消じゃないや、連勝だ。これですか、これこれこれ、これは連勝だね、うん、そうだね。あ、ちょっとちょっと手元の、あのローザ のその手元カメラでちょっとアップしてあげて、待ってよ、それね、横になってるからね、こうすればいいのかこれでもあれ、こうすればいい、でここそうここがこの商店と言われる印が赤いところ、はいはい、押されてますね。でこの上、ここ日本銀行券、ここなんかはもうみんな霊所ですね。はい、で解消、解消がないんじゃないですか、実は。それ何なん、何その2000、あ、ローザ初めて2000冊を見たそうです何言われ、ローザ初めて2000冊を見た、2000冊なんかある、これには金が書いてある。あ、そうだね、あのローザの好きな金が、超嬉しい、ローザの好きな金が、金やん、してあげて、あ、スズム、あ、違う何、スズムシ、あ、スズムシ、あれ、あ、画面出すね、はいはい、どうぞ。スズムシ、あと読めへんな、うん、2000冊自体が珍しいからね、俺も久しぶりで。え、普通に使われてんの。ね、日本銀行にはたくさんあの溜まってるそうです。マジで、ほとんど今度あの、あ、じゃあこれ変えてもらったら、2000の1000円札2つと、そうするわ、うん、え、な、これ何ですか、この変えてるやつ。これ紫色部、うんね、あ、そうなん、あれ、これちゃんと読んだことないな、それ。読んだことないよ。あ、ここほら、紫式部って書いてある。あ、ほんまや、飛んだ脱線だなこんなとこで、確かに解消がないんだね。いや、これ多分新しい発見じゃないですか、うん、ちなみにこれ1の1ってこれ1ってこれも霊書ですか、これ。これも霊書だよね、これはね、うん、っていう、なんか地味な発見を。っていうか、なんでこの使われてない札にカナが書いてあるそれは最近できない、まあ、自動販売機に使えなくて不便だっていう、ね、そういやかローザはカナ好きだからでしょ。カナをあの普通の千円札に載せればいいやん。え、あの百人一首とか泉式部の和歌とか、うん、それあのちょっとあの日本銀行に言ってこい。言ってくるわ。ちょっと文句あるんだよ。そう苦情出すよ。苦情出してそれ面白いから。あら、まあそういうことでね、あのこれちゃんとあのスタッフが後で大切に使わせていただきました。ちょっとこんなことを発見すると思わんかったけど。そうでしょ、うん、俺も二千冊を知らないっていうのを、そういやそうだなと思っていや日本人も久しぶりに見るから二千冊、うん、ほう、うん、そうまあそんな感じでね、あと5000円と間違えやすいってのは、ね、ありますね本当に2000円っていうのはこれ経済効果があるって言われてたんだよ。経済効果っていうのはね、あの、日本ってずっとデフレだから GDP が増えてないから、うん、もうちょっと経済を活性化させ、あのお金使ってよ、うん、じゃあこういうの2000作るとその自動販売機とか新しい機械を入れないといけないから作る必要があるでしょ、うん、そしたら、需要が増えるじゃん、製図機械を作る、うん、でやったんだけど、うん、大失敗、うん、大失敗したんですよ。多分ないよね、2000円が使える販売機、うん、身もないんじゃないですか。でもさ5000円も使えないやろ。使えるよ。あ、まあ、自動販売機使えないとこもあるけど。あ、そうなの。あ、5000使えると思ってた。まあいいや。まあいいや。まあそんな感じでね、会食生まれたという経緯にたどり着いたなという。やっとそうか、ね。いや本題だよ、本題ここ、はい。こっから本題ですね。はい、で今回まあ旧制旧冷戦名と孔子廟堂と、はい、と、はい、あとなんだっけ。模倣詩で、あ、そう、模倣詩で合ってますね、はい、
で、まあ、宿題じゃないですけど出させていただいたんですけど、はい、まずこ の, あの書いた書家が、応用順、はい、愚性難、はい、あと貯水量という、はい、唐の楷書の三大家と言われているとてもすごい人たちなんですけど、いずれもあのその時代の皇帝である、大宗皇帝が、まあ命じて書いたものなんですけどね、大体同じ時代に、生まれ育ったぐらいの人なんですけど、もう何年も変わんないぐらいなんですけどね、ちょっとだけ貯水量が若いのかな。ですね、僕、貯水量が若かったかな、一番若い、そうですね、貯水量が一番早く死んじゃったんですけど、早くじゃないんだけど年は若くして死んじゃったんだね。そうそうそう、これいつぐらいの話、600年ぐらい600年前、そう、これ偶然なんだけど、この3人が同じ時代に生まれてたっていうことがすごいことなんだよ。やな、これ偶然なのかもしれないけど、うん、日本でも同じようになってるのね、日本でもその日本の書道の、三筆とか、言われるのは同じ時代に生まれたりとか、結構そのなんか固まるのよね、うん、生まれとかが、うん、お互いに面識があったかどうかっていうのは分かんないですよね。まあドラマ作ったらどっかすれ違うとかの演出をするんだろうけども、そこまでの資料が残っていません。でいずれもあの今残ってる資料というのも、本人が書いたものではなくて、はい、全てがあの石碑として彫られたもの、それを拓本を取ったものっていうのが今残ってます、うん、ただあの、旧正宮と孔子廟堂に関しては違うわ、岩頭商業所に関しては現物も今は残ってます。だけど、孔子廟堂というのはもう建てられてすぐぐらいに火事でなくなってしまって、うん、でその後70年ぐらいしてまたもう一回作り直したんだけど、それすらもなくなってしまって、うん、で今はその一番初めに作られた唐の時代に作られた拓本をもとに、2期だか3期だか2期だったかな、もう一回作り直して、それが今は残ってます。現物ではないです。だから、うん、そういう背景が、まあ、実は現物が中国のものってほとんど残ってないんですよ、まあ、そう、なぜですか。それはね、中国のね、その国の作り方にもよるんだけど、これ燃やしちゃうのよね、すぐに。ああ、それそのあれが変わって、ね。そうそうそう、王様が変わるからコロコロと。日本は特殊じゃないよ、まあね。王様が変わらなかったから。うんうんうん。うん、その千地でつながってた。そう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 。だから昔はもう全員殺してたから、うんうん、書物とかも全部な燃やしちゃったんです。そうだね。なんか、まあ、あんまりこう未練があるとちょっとやばいな。それ別れた彼氏の話だろ。まあそういうことでね。そういうもんやろ。そういうもんでもない。そういうもん、そう、まあまあね、そういうこともあるにしよう、はい、それでですね、はいはい、とほとんどの場合、まあ、有名な貯水量とか書いてるんですけど、これは石に彫るわけですから、うん、実際は書いたものとは当然差が出てくる。はい、だからもしかしたらすごく上手い人が書いたのに彫りが下手だったからあまり良くならなかった場合もあるし、逆に字はあまり、こんなこと言ったら怒られちゃいますけど、大したことないんだけど彫り手がすごく上手くて、で今残ってる碑がとてもいいっていう場合もあるんですよ。ただほとんどの碑がどこにも明記されてないんですよ。ああ、それ新しい視点ですね。有名どころの碑文というのがほとんどは書いた人誰々が書いたよと、うん、誰々の例えば大宗皇帝の命で応用順が書きましたと、はい、そういうことは書いてあるんだけど、はい、誰が彫ったよっていうのがほとんどないんです。そうなんですよね。ところがこの岩頭商業所に関しては私の知る限りでは唯一カメラ誰が彫ったかっていうのがここに出てるんです。よいしょ、最後のところですね。ここ万文章章って